江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、恵子さんやばいんですよ。 0.32 韓国の出生率、さらにやばい事実発覚。マジで嘘でしょ。はい、じゃあね、見ていきましょう。くーちゃんお願いします。今年の年間合計出生率が初めて 0.6 人台に下がる見通しだ。全国の市郡区の3割はすでに昨年の合計出生率が 0.7 人を下回っていることが分かった。主に都市部の出生率は低かった。低出生固着化で昨年第4四半期の自然現象が歴代最大を記録するなど、人口消滅速度は引き続き速くなっている。3日統計庁国家統計ポータル GOGISによると、全国261の市郡区自治単位32の区を含むのうち、昨年の年間合計出生率が 0.7 人より低いところは70箇所に達した。全体の 26.8% 水準だ。昨年全国合計出生率は 0.7 人で歴代最低値を更新した。将来の人口推計上、今年はこれよりさらに下がり 0.6 人台に下がる見通しだ。昨年第4四半期の合計出生率は四半期基準で初めて 0.6 人台に落ちた。年間合計出生率 0.7 人台が崩れた70の市郡区は大都市に大部分集中した。特にソウルが25箇所で最も多かった。ソウル内の全ての自治区で合計出生率が 0.7 人を下回ったのだ。釜山と京畿がそれぞれ12箇所で後に続いた。テグ、インチョン、慶尚南道、広州、全羅北道の順だった。全国の市郡区の中で合計出生率が最も低いところは釜山中区で 0.31 人だった。女性一人が一生を産むと予想される平均出生児数が 0.31 人にとどまるという話なのだ。統計庁の関係者は、釜山中区が都心の方なので人口対比で出生児が多くない影響と説明した。ソウル冠だけ区が 0.38 人と集計され、同様に 0.3 人台だった。ソウル水路区 0.40 人、ソウル広津区 0.45 人、ソウル江北区、ソウル朝浦区、テグ西区 0.48 人、ソウル未地方恩平区 0.52 人の順で合計出産率が低かった。都市地域であるほど出産率が低いのは、青年世代の激しい競争、高い私教育熱、住宅価格などと無関係ではない。渓谷銀行は昨年12月の研究で、朝廷出産の原因を多様な階層別に分析した結果、青年たちが感じる高い競争圧力と雇用住居養育側面の不安と関連していることが分かったと指摘した経緯がある。釜山の中区って、あれでしょ、日本で言えば政令指定都市レベルでしょ。っていうか、渓谷で第二の都市でしょ。田舎だったら分かりますよ。そらなんか荏原道とか全羅北道とかさ、そうなんだ。はい、じゃあですね、こちらに対して、渓谷の反応、行ってみましょう。はい、それではですね、一人目、こちら。これは、渓谷に限ったことではなく、世界的な難題1位だ。833-357。ムンジェイン、5年間、歴代級の分裂と不動産の暴騰、実効性のない出産政策と雇用対策の繰り返しで、若い男女たちはお互いを罵り合い、どうにか幸にか結婚するカップルも、住宅価格と育児負担に子供を産まない。ムンジェインは、歴史でも指折り数えられるほど、無能力で悪い指導者だった。121-51。今まであまりにもたくさん産んだ。今が正しいと思う。戦争中にも産む考えもなく生きてきた。101-30。ムンジェインが住宅価格を上げていたから落ちないよ。私教育も高い。私教育を抑制すると言ったら大騒ぎだ。90-61。大統領も子供がいないのに。81-60。子供がいないんじゃなくてできなかったんだけど。ムンジェインが善良なふりはしたかもしれないが、大帝民国はめちゃくちゃにした。歴代級の無能な大統領。77-46。ムンジェイン氏が国を災難に陥れた。ムンジェイン政権の不動産政策失敗の結末。64-51。60年代生まれが子供の時、人口が今より1000万人低い4000万人だったのに、人がうようよしていたと感じたが、その理由は何だろう？地方に人が多かったんだよ。ほら、首都圏の過密化じゃない？地方に投資をして雇用を増やしてみろ。すぐに復帰できる。59-7。
民主党政権が男たちをみんな性犯罪者にした36-20。はい、ということでね、それではチャットの反応いきましょう。はい、ということでね、じゃあこれね、これはもうダメかもしんないね、わら。どっかの国の博士が言ってたより減りが早いじゃん。アメさんに送り出す子供のぞくとなんぼや、わらわら。そもそも半島の南半分に5000万とか多すぎなんだよ。だから外におるやつ強制的に呼び戻せや、わらわら多少なりとも維持できるやろ。結婚したら一人は育てるとしても、人口の半分くらい独身で終わらなきゃその数字にならなくね。不動産は今下がりまくってるから、世界の在庫さんたち化はあるから戻ってくださいと言うか戻れ。世界に出向いて血筋を残すのだけ早めてもらいたい。種の滅亡が生きてる間に目の前で見れるなんて胸が熱くなる。誰も見たことがない国にしてくれたじゃないか、わら。世界的？お前らのところだけだろ 0.6 とか、何で現実を見ようとしてないんだよ。いや、ソウル以外に住んだらマウント取られる屈辱に耐えられますか？ムンちゃんからして、息子は変な芸術家だし、娘は日本の大学行って、夫婦一家で大統領官邸に居候するしとんでもねえしな、わら。大陸から徐々に移動してくるから、また人口増えるよきっと。いつもの一つ前の政権、宗主国のせいにする法則発動なだけ。はい、じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた。